もう人間ドックすごすぎたマジで。まあまずね、シチュー事件から弁明させてもらいましょうかね。まあ健康診断受けますってなって、自分でね行く健康診断初めてだったの。胃カメラとバリウムをやらないってやらなくてよいいらしいよ。あれなんかスバル何を思ったんか、食べちゃダメなのに、もう前日の夜にチーズ牛丼食べて、次の日の朝にシチューご飯食べてドヤ顔して行ったのね。それどこで発覚したかっていう話もしたくて、こう行くとまず受付するんよ。受付すると採血があって看護婦さんと面談するみたいなねタイミングがあるんよ。なんかまずそのタイミングで、今日はなんかお薬飲まれてきましたかって聞かれて、スバル毎日喉の薬飲んでるから、これとこれとこれとみたいな、どんな症状あるんですかって言われて、で上咽頭炎からの声帯結節コンボ決まっちゃっててみたいな、なんか痛いっていうか声が出ないっていうかみたいな、まあでも2コンボ3コンボからの逆流性食道炎で3コンボぐらいは決まってますみたいなこと言ったら、今喉痛いってなるとちょっとみたいなこと言われて、その情勢的に今日できないかもみたいな雰囲気になったんよ。でえってなって何にも言えなくて、でなんかちょっと確認してきますって言って、でなんか帰ってきて、ずっとなんですよねって聞かれて、あそうなんです、ずっとなんかこんな感じでって言って、だったら大丈夫ですって言って、で危ねえって、もうまずそこで帰りそうなねえ、その後え、じゃあ今朝なんか食べてこられましたかみたいな、普通にスバルはさ健康的でいいことだ、逆に朝しっかり食べてきましたアピールみたいなのも兼ねて、シチュー食べてきましたって言われた、シチューみたいになって、でなんかスバルは朝からシチューなんですかっていう意味で聞き返されたと思ったんよ。だからいやちゃんとご飯も食べましたって言って、ああバカなんだスバル、ああ本当にバカなんだ。それですいませんってその後謝り散らすことになるとは、その時までの大空スバル分かってなかった。でまあでも大丈夫ですよって言ってもらえて、でまあことなくことを得たんだけどさ、その後採血の結果だけ分かるんよ。クソ健康だったわ、クソ。いやスバルもやばい、これ異常って出ちゃうかなみたいな、っていうかさ、なんかそれもびっくりしたんだけど、なんか引っかかったら異常って出てくんのと思って、異常ってと思って、なんか言葉のパンチすごいなみたいな。しかもさ、なんかさ、もう一個、いやこれさ、ちょっと、いやなんか話そうかどうか迷ったんだけど、その病院に行くまでタクシーで行ったわけ。雪とか降ってたじゃん、あの日降ってたんよ。だからタクシーの中がめちゃめちゃあったかいし、スバルもめちゃめちゃ着込んでたのね。で、すごい朝からだったから、その病院についてうわ暑ーと思って、上着とかめっちゃ着てたから暑すぎーと思って外出て、でなんか病院ってさ、入り口にさ体温を測る日あるじゃん。めっちゃ寝ぼけまなこでその体温検査受けたら、看護師さんがこちらですって言って案内されて、なんかすぐ右のね、なんかね小さいコーナーに案内して、なんだここと思ったら、体温計渡されて測ってくださいって言って測って、でなんか症状聞かれて要するにその体温検査で引っかかってて、そのまま特設コーナーみたいなところに案内されて、ここで一回体温計で測ってくださいって言われて、でズバルさ、なんか何にもさ、もう、ね、眠すぎてぼーっとしてたから、何にも疑問抱かず、そのさなんかこっちなんだってついてってさ、測り終わったらさ、なんかちゃんと36度って出てきてさ、なんかあ大丈夫ですねって言われ、そのまま通されるって。だからあれ引っかかるとそうなるから、みんな気をつけて。なんか症状聞かれて、特に何もないですって、今日これで来ましたって
じゃあ行ってくださいで、その後1日がかりなのよ、健康診断って。これ序章でお昼ご飯が途中で出るんよ。スバルはそのまあ要するにもう言うけど真の像の持病持ってるからしベーシックが終わった後に真の像コースにぶち込まれたんよ。その午後真の像コースにぶち込まれるのね。でそのそうなんか心内膜エコーつーさ、なんかこうジェル塗りたくられて、なんかこうムニムニされる、なんかのバーコードピッピッピッってするさ、あれみたいなんで、こうね胸をね、なんか胸とか腹をね、なんかグリグリされるやつがあるんだけど、それまで1時間45分ぐらいあるんでって言って、暇だなぁと思って、はぁと思って、待て、1階にスターバックスみたいな何かがあったよなと思ったわけ。いやでもなぁ、さすがに朝ごはん食べてきて、こんだけ引っかかって、スターバックス的な何かに行くのもなぁみたいな。まあでも聞いてみるかって思った。なんかさ、ちっちゃいカバンみたいなの渡されるんだけど、なんだったらスバル健康診断何するかあんまり分かってなかったから、そのちっちゃいカバンに入れ、なんか必要なものを入れてくださいって言われたんだけど、なんかホロライメンバーにもらったさ、なんかチョコレートとか入れてて、それでで看護師さんに、なんかこれってもう1階の ああいうカフェとか行っていいんですかみたいな。そしたらいいですよって言われたんよ。わーいっつって、もうなんか生クリームもりもりの生クリームもりもりのやつ買って帰ってきて、暇だなーっつって飲みながらチョコレート食べてた。いやあれはね、罪の味だったわっていうか、なんかおじいちゃんしかいなかったの、これびっくりなんだけど、なんだろうな、なんかだから看護師さんがやたら優しいんよね。なんか大丈夫ですか、緊張してないですかみたいな、トイレの場所はあそこですからねみたいな、あそういうことをおじいちゃんと同じ対応されてんのかなって。でなんか骨密度みたいな測るさ、骨密度測ったことある、スバル初めてさ測ったんだけど、なんかこの靴下脱いでかかとにジェル塗られてこうやるみたいな。でなんかしかもなんか1回でまあ健康値みたいなのが出たんだけど、あ健康ですみたいな、でもこれ割と何回やってもいいんで納得されるまで測ってくださいとか言われるのね。どういうことと思ったけど、靴下とか脱いでたら靴下かわいいですねみたいな、ママめっちゃママいいんだけどここってなってるね。普通にいろんな検査を受け入れさせられるわけ、その午後で。多分向こうはなんか初めてだと思って、エコーとかって受けたことありますかとか、なんか手にさ、なんかシール貼られてさ、そこにさこう電極じゃないけどつけられて寝続けるみたいなのもあるんだけど、あれなんて言うんだっけ、ちょっと忘れたわ名前で。なんかその時にさ、なんかもうこれやったことありますかって聞かれて、もう大体スバルフルコースでやったことあるから、もうめっちゃドヤ顔でやったことありますって答えて、採血とかも怖くないですかみたいな、怖くないですみたいな。しかもスバル針とか刺される時さ、しっかり見ちゃう派だからさ、なんか心内膜エコーは慣れてんだけど、腹のエコー、腹にジェル塗りたくられてこうグリグリされるやつ、腹くすぐったすぎて、なんかくすぐったいけど笑っちゃダメじゃん、だから笑ってはいけない、なんか腹部エコーみたいなしたわ。でもなんかめっちゃちょっと怖かったんが、心臓の方のエコーってだいたいまあ 2,30 分で終わるイメージだったのね、今までの経験則的に。なんかね、エコーって画面にし、なんかね、なんだろう、モノクロ写真みたいな心臓が表示されてて、でなんか赤とか青の色がこう載ってるんだけどさ、でぼーっとそれ見ててさ、で時計とかもついてるから画面に、なんかぼーっと見てたんだけど、なんか全然終わんなくねみたいな、全然終わんないんだけどと思って、なんか結局45分ぐらいしたのね、めっちゃ怖くて、それがなんか結果がね、なんか 2,3 週間後に届くらしくて、めっちゃ怖えわ。
どうしよう、異常ありって出てたらもう長すぎて途中なんかなんか尿やばすぎて一回トイレ言われたんは、そのスバル、心臓さあれだからさ不整脈出るんだけどさ、心電図みたいなの撮った後に、大空さんこれ見てください、これ不整脈なんですけどって言って、不整脈の見せられんの気まずと思って、これなんかそんなさ大胆に発表されると思わないじゃん、知ってるけどさみたいな。これが人間ドックよ